こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはチーフベアハート、シルキーストーム。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してチーフベアハート花に立ちます。その後ろからはシルキーストーム、この馬も上がっていく構えです。さらにはカワッチサンライズ、7番バックスボーイ、その後ろヤグリ、後方に控えました。もう一度先頭から。先手を取ったのはジョンズコール、その外からバブルプリリー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはバックスボーイ、少し開いてジョンズコール、その外にバブルプリリー、好位置をキープしています。カワッチサンライズ、オレンジの帽子チーフベアハート、その後ろフリートシャルマン、すぐ後ろ並んで8番ランブリングダスト、その外からスリーペンダント、その外にシルキーストーム、並んで13番ジューンディード、内からはヤグリ、その隣にドクターバーリン、しんがりからアワッド。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から。5番ジョンズコール、一気に先頭に立ちました。先頭は依然としてジョンズコール、2番手はチーフベアハート、バックスボーイ、3番手カワッチサンライズ、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジョンズコール、バックスボーイ続いています。並んでチーフベアハート、カワッチサンライズ、後位を追走フリートシャルマン続いています。内からはバブルプリリー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったカワッチサンライズ、あと 200m、一気に後続が襲いかかってきた。カワチサンライズ差を広げる。2番手はチーフベアハート、カワチサンライズ1着、カワチサンライズ完勝、カワチサンライズ1着、2着はチーフベアハート。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチサンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ果たして何が行くでしょうか。カリビアンフレイム前に行きそうです。グラスワンダー、それに続いています。さらにはグッドメーカー、2番ターフファング、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。先頭はなんとなんとグラスワンダー、場内も大歓声。これに続くのがシュワマーチン、すぐ後ろにターフファング、黒の帽子アースナイト、その後ろすぐ後ろにカリビアンフレイム、さらにはウィッシュロック、その外にラストユース、その隣にトロットプレジャー。さあ先頭は依然として5番グラスワンダー、シュワマーチン、ほとんど差がありません。ターフファング3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。グラスワンダー先頭、差はほとんどない。2番手はシュワマーチン、懸命に追いすがります。やはりグラスワンダー先頭だ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。グラスワンダー先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。2番手はグッドメーカー、これは強い。2番手はグッドメーカー、グラスワンダー、この馬で決まりか。グラスワンダー独走、グラスワンダーぶっちぎりです。グラスワンダー1着、2着はトロットプレジャー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。グラスワンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったマサラッキ、マサラッキ先頭、2番手はエイシンバーリー、追いすがる。さあ待機シャトル一気に来た、残り 200m、 マサラッキ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。待機シャトル差し切った、待機シャトルもう一伸び、待機シャトル1着、待機シャトル1着、2着にはどうやらスピードワールド、これが G1 馬だ。待機シャトル、東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のオープニングシップ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはノースフライヤー、綺麗なスタートを切りました。スイートハニー前に行きそうです。続いていくのがオートリウェザー、その外にマジックスタイル、ピンクの帽子ダンフォザドリーム、その後ろ、その外にオープニングシップ黒髪、そのうちに続いています。黄色の帽子タイキエイコー、その後ろすぐ隣にプレシャスコート、内からはパルシャープ、シーキングザパール、後ろからその隣にマイネセンチュリー、ブランドジーニアス、そのうちに続いています。白の帽子エイシンリコール、その後ろ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでマジックスタイル先頭に変わりました。2番手はスイートハニー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。マジックスタイル先頭、差はほとんどありません。2番手は黒髪、先頭を捉えるか。シーキングザパール、いい足、ここから勝負をかける。シーキングザパールいっぱいになった。先頭変わってランフォザドリーム、ランフォザドリーム先頭、ランフォザドリーム先頭、一気にシーキングザパール、シーキングザパール、シーキングザパール1着、2着にはどうやらランフォザドリーム、これが世界の実力だ。シーキングザパール